まずテイクオフするよね、パッパッと、はい、で乗って足首に力を入れて、下からだからサーフィンは、で足でグーッとして、でボトムに降りてずっと頑張って降りてってね、あいの俺の得意なボトムターンなんだけども、ボトムターンするときにレールがくくんでる足を足首で押さえて、全部サーフィンの動作を足首で行くから下からトップに上がる。で俺はいつも下のあいのボトムターンをしてグーッとやったとき、演歌で会いたくて恋しくて泣きたくなる夜ってパクリンチョスとローラーコートやる。このパクリンチョスが俺の最も得意な部分で、おそらくこの間出川と話したけども、ローラーコースだったのは俺が一番早かった、覚えた。それでこの足首のこのクッションね、足に入れてこういう上下滑っていくスピードを出す時にはウォーキングもする、全部足首ね、そのイコールやっぱり俺は演歌だと思ったわけ、そのサーフィンに書いて、俺のね、俺のサーフィンで演歌を聴きながらね、こう滑っていく、でボトムターンでリップ、ボトムターンリップ、あとパクリンチョス、このね3つ、あとカットバックね、こういう感じでの行くのが俺は一番サーフィンで重要なことだと思うし、でまあ皆さんもその俺のこのねパクリンチョスを早く覚えてもらいたいし、ともかくサーフィンはボトムターン、ボトムターンができないサーファーは全然伸びない。やっぱ本物のターンをして足首に力入れて、これでグイーンと上上がった時にね、また足首に力入れて腰を下ろす、それが俺のそのなんとか幻のボトムを作ったもんなのね。それでやっぱり演歌を聴きながらシェイプするね、そんともうすごく迷わないでいい幻のボトムができるし、でテール部分、真ん中部分、それからノーズ部分、それがバランスが一気にいく。でやっぱりね、俺はやっぱり演歌を聴いて、やっぱり雲の上の幸せじゃなく足がピタッとついてね、雲の上の幸せだったら怒っちゃうよ、足がやっぱりピタッとついてサーフィンをしていく。それでボトムが一番大事だから、ボトムを俺がバーモルシルボトムに変えてって作った。それは湘南、イラムラ、ハワイでもそう、ノースでもそう、やっぱり俺のボトムターンっていうのはそういうところで滑って、でハワイでもハワイアン聞かないで演歌ですよ、演歌を聞きながら自分で学んだ、これが俺の愛のボトムターンだし、愛のね幻のボトムですよ。俺の幻のボトムっていうのは一番またテールの次に大事なノーズのロッカー、ノーズのロッカーにはこれが来てくれます。
それでフラットになるけども、レールがまた俺のはボトムのロッカーとレールのロッカーが書いてあるから、もう全然フラットにしても痛い、スピードが出る。テイクオフするときに波にぐるっと押されていく、そのカールに合わせた、カールに合わせて滑る。だからレールもボクシーだって、ペーパーレール、レールを薄いたっていうのはね、波に走るとき確かに食い込むからノーズライディングやりやすい。俺のはマニューバーがやりやすいようにボクシー、ボクシー、波のカールのと同じレールにするから滑ったときグッと押されていく。で、速い。でも、レールの薄い板っていうのは食い込むノーズライディングがやりやすいけども、マニューバーができない。今、シングルフィンが流行ってるけども、やっぱりハワイ行ったらシングルフィンは乗らないんですよ、乗れないよ。やっぱりこういう、する乗り方。まあ、大会とか、コンテスト、JPSA の試合とかそういうのは、ノーズダイビング、マニューバーとかみんなやってるけども、やっぱり皆さんが普段、エンジョイサーフィンやるのには、やっぱり、乗りやすい、マニューバーが、で、乗ったものが俺はいいというか、誰でもシングルフィン乗ってるけども、誰も俺を見て、バッサーしてないよね。ただみんな流行ってるから、やっぱりね、サーフィンってそういうもんじゃないから、そもそも皆さん、ボトムを見てもらいたい、ボトムを。買うときに。それによって選ぶのが一番いいと思う、俺は。だから今これで、テールの形状と、ノーズの形状が終わって、今度は真ん中。これ真ん中も大事なんですよ。ここに乗るでしょ？ノーズって、ノーズが上がっちゃうから、こっちに乗ると。こうでしょ？後ろではこのノーズが上がる。このスピードが止まっちゃう。だからこの部分が上がらないように、ね、ロッカーとバランスをつける。1、2、3。で、テールの部分が一番幅を取って、バランスの取るのは大体これで、70センチから80センチぐらい。で、バランスを取って、フラッシュを取って、で、ノーズで行って、ノーズライディングする。それが俺の幻の求め。もう幻の求めって言ったから、35、6年。マグロテーブルもやってるけども、ハワイでもみんな有名人、ラッキーが4回優勝してるんだっていうのは、バッハロー、ベルビン、バンチ、いろんな機械が上村、上田さん、みんな乗って最高だって言ってるんだけど、それは俺のその3段、1、2、3のバランスが変できてるから。で、俺が下手だったらサーフィンが、俺はこのマグロテーブルもできなかった。自分がやったサーフィン上手かったから、できた。それが、で、皆さんがみんな、世界中がみんな認めて、フランス大会も、俺でしたら、フランスでやった時に注意だったけども、やっぱり、盗まれたらしいよ。俺のドリームから。だからそういうね、皆さんも、この、形状ね、できればこういうものがあるといいんだけども、もともとのあれを、ね、自分の乗りやすいことを、自分の板を見て、その乗り方をするのが一番いいと思う。で、今真ん中をちょっと攻めますから、やるから。